主婦の方に朗報です。日本一わかりやすい動画マニュアルの YouTube で着実に稼ぐ方法が完成しました。では収入の目安はどのくらいになるかというと、まあこれね、かける時間によって大きく変わります。1日1時間ぐらいの人と5時間ぐらいやる人では雲泥の差が出るんですね。最初の数ヶ月は全然収入がないかもしれません。3ヶ月から半年毎日頑張っても月額1万円から数万円ぐらいしかないかもしれません。でもそこまでいけば死ねたの。全く同じことをやっていてもその数ヶ月後には10万円とか20万円、30万円の可能性は十分あるんですね。そして1年もやり続ければ月収100万円だって夢ではないんです。YouTube っていうのは動画が溜まるとね、動画パワーっていうのがついてきて、最初はこう、なかなかこう収入が上がらないんだけども、ある時点から収入がキューッとこう伸びていくんですね。だから、とにかくやり続けることが最も大事なんです。どちらかというと、単純作業を繰り返すのは男性より女性の方が得意ではありませんか？最初の数ヶ月は無収入で仕事を続けるので我慢もしなくてはなりません。女性の方が我慢強い人が多いですよね。特にお母さんの特質でしょうか。その意味でも主婦の方にぴったりなんです。どうです、主婦の方ぴったりだと思いませんか？ほとんどの方はね、この最初のこうなかなか収入が出ない時期、ここで挫折しちゃう人が多いんです。特に男性はね。でもその先に必ずうまくいく、必ず収入が入ってくるということが分かってさえいれば、みんなやり続けるでしょ。たった数ヶ月から半年ぐらい我慢してやり続ければ、あとは収入はうなぎ登りに増えて、1年もやればね、ほっといても収入が入ってくる。そうであればやる価値は十分あるのではありませんか。20年、30年に一度の大チャンス。ビジネスには、大きな波があります。インターネットビジネスではね、15年ぐらい前のメルマガから、そしてブログへ、そしてサイトアプリ、そして今は YouTube です。大きなうねりなんですね。このチャンスっていうのは20年30年に1回しか来ないんですよ。実はこういう私もね、 YouTube でえらく稼いでる人から教わっているんですけれども、まだまだはっきり言って競争は激しくないんです。すでに始めた人たちもいますけれども、まだまだ少ないです。今なら、誰でも一定の単純作業さえやり続ければ成功すると言っても過言ではないでしょう。ちなみに私が習っている先生は、YouTube で年収億を稼いでいるし、すでに月数十万円とか100万以上稼いでいる人たち、まだまだ少ないですけども、実際にいます。なので時間さえ使えば YouTube で生活費を稼ぎ出すことも、そう難しくはないのです。私はそれをもっともっと分かりやすくして主婦の方々に教えて差し上げたいと思ったのです。パソコンの方は白枠内をクリック、スマホの方は動画下の説明欄から見れます。スマホは動画右下の首都選択をクリックすると、説明欄が開いて URL をクリック。